福岡市早良区にある駄菓子屋エル・パライソ。スペイン語で楽園という意味です。学校が終わった子どもたちが続々と店に集まってきました。おいしい、大好き。絶対月に1回ぐらいは来る、ね、絶対に月に1回は来ます。店を営む久保田勝正さんと久坂さん夫婦は子どもたちと顔を合わせることを楽しみにしています。気をつけてね。ありがとうございます。今日は特別多いです。嬉しいですね。久保田さん夫婦はもともと日本茶の販売店を営んでいました。今から18年前、勝正さんが店に駄菓子を置いてみたところ、子どもたちが集まるようになったそうです。全然思ってなかった、何にも。まさかですよ、ただ子どもたちが気軽に買える値段の駄菓子は利益を出すことが難しく、光熱費などを払うと赤字になることも少なくありません。そこに追い打ちをかけたのが新型コロナでした。やっぱりコロナですよね。売り上げが激減しちゃったので、かなり苦境に至ったような形ですね。厳しい経営が続いたものの、子どもたちの居場所を失いたくないという強い思いがあった久保田さん夫婦。支援に乗り出したのはパラグアイなどで子どもの教育支援などを行う NPO 法人、見たい見たくない子ども基金でした。コロナでパラグアイでの活動ができなくなりました。日本国内で居場所があったらいいなって思ってお子さんがいるってことに気づきました。休眠預金の助成金を活用して店を改装し、去年5月5日の子どもの日に新たな駄菓子屋エル・パライソとして再スタートを切りました。子供たちが待ってくれてたということですよね。リニューアルオープンした時にもうとんでもない数の子供たちが来てくれたんですね。もうやめられない。生まれ変わった駄菓子屋は家のように靴を脱いで入るのがルールです。駄菓子売り場の隣にはテーブルや椅子を置き、子供たちの学習スペースを設けました。さらに定期で学生ボランティアや留学生と交流するイベントを開いています。母がそのチラシを持って帰ってきたので、あ、なんか楽しそうなイベント、場所があるんだと思って、興味を持ってそのまま応募させていただきました。すごい賑やかだし元気もあるので、逆にパワーもらえたりするので、お、いい感じ、かわいい。オープンから1周年を迎えた今日、店では子どもたちがベトナム人留学生と生春巻き作りを体験しました。めっちゃこぼれた。さらにパラグアイ料理の試食会も開かれ、それぞれの国について理解を深めていました。なんかめっちゃ美味しかった。自分のこう国の文化を共有することができて本当に嬉しくて、これからも一緒に何かを作れるならいいなと思います。日本は少子高齢化社会を迎えておりまして、子どもたちはパラグアイ、日本、そして海外とつながって多文化共生を育む力を養っていただきたいなと思っております。子どもは宝だと思います。やっぱり子どもが社会を作っていくと思いますので。勝正さんは13年前に脳出血で倒れ、現在も右手に麻痺が残っています。それでも子どもたちの居場所を作りたいという一心で店に立ち続けています。家でもなく学校でもなく、ホッとできる場所というか、安心して過ごせる場所でありたいなと思っています。子供にとって生きづらい時代だからですね、子供が家の前でいる場所を継続することが私たちの使命かなと。病気だろうと何だろうと、子供たちの元気のためには商売は続けるつもりでおります。